ただいま議長のお許しを賜りましたので、私は平成26年度宮本市長の施政方針に対しまして、ネットワーク未来を代表して私どもの基本的な施政に対する考え方、また主張も含めまして質問をさせていただきます。質問に入らせていただく前に、大変恐縮でございますが、少しお時間をいただきまして所感を述べさせていただきます。安倍政権が発足して1年2ヶ月余りが過ぎました。マスメディアで連日報道されたアベノミクスは、大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略の3本の矢でムードを盛り上げ、デフレが続いている日本を急速にインフレに変え、経済を活性化し、持続的な経済成長を達成させるというものでした。2013年度予算では、新規国債発行額が税収を上回る逆転現象を4年ぶりに解消し、基礎的財政収支の赤字は 23.2 兆円と、対前年度比 1.7 兆円改善するなど、財政規律にも配慮する姿勢も示されました。しかし、地方財政に対しては、地方公務員の人件費削減などで、地方交付税を抑制し、生活保護も生活扶助の基準額を9年ぶりに引き下げるなど、国債への依存度を下げるための負担を地方や社会的弱者に負わせるなど、残念ながら経済が活性化し豊かになったという実感はありません。ちなみに国民の平均所得の半分に満たない人たちの割合、いわゆる貧困率は約 15% であり、 OECD30 カ国中27位のワースト3であります。このことは非正規労働者、失業者が他国に比べて多いということを表しており、この層に含まれる人たちの所得を引き上げない限り、国民の暮らしが豊かになったとは言えません。アベノミクスなるもので4年ぶりに公共事業関係費を増額し、政策はまさに人からコンクリートに戻ったようですが、この政策がこの層の人たちの所得を引き上げることにつながるとは到底考えることはできません。また安倍内閣は集団的自衛権の解釈による行使、日本版 NSC 国家安全保障会議設置、秘密保護法の制定、さらに先日武器輸出を禁止してきた武器輸出三原則の方針を撤廃し、国際紛争の当事国にも輸出可能にする新たな武器輸出管理原則の素案が与党に示されました。またエネルギー基本計画においては、原発は重要であり再稼働推進に大きく舵を切ろうとしています。いずれにしても丁寧な審議がされない中で決まっていくことには、与党の中からも危惧する声が聞こえ、今の政治状況に不安を多くの人が感じており、一層の注視が必要であると思っております。さて、平成26年度森山市会計予算は宮本市政一期目の総仕上げともいえる予算であります。宮本市長は就任以来、住みやすさと活力を兼ね備えた住みやすさ日本一が実感できる町森山を目指してこられました。市長は常々森山の人が財産であると言われ、市民の思いに寄り添い固い決意で問題解決のために誠心誠意取り組んでこられました。果敢に挑まれる姿勢に対しまして、心から敬意を表したいと思います。宮本市長は今年、着実かつ確実に一歩一歩進むという思いを込めて、真という言葉を心に刻まれました。環境センター更新は特に補聴を早めて取り組まなければならない課題でありますし、防災・減災対策・待機児童対策、将来を担う子どもたちの教育対策と安全・安心のための対策、高齢者福祉対策・障害者福祉対策など、どれも歩みを止めることができません。また、
この4月からは消費税が 5% から 8% に引き上げられ、市民生活は大きな影響を受けます。何気ない暮らしが何より宝物。サラリーマン川柳ではありませんが、市民が変わらない生活が送れるように、守山市としても柔軟で即効性のある施策を講じていく必要があります。そのようなことも踏まえて質問に入らせていただきます。重点施策の方針一つ目の柱である自助・共助・公助の連携による安全・安心のまちづくりの1点目、防災・減災対策の推進について、私どもの考えを述べた上で質問いたします。今から60数年前に遡ると、我が国は戦後の復興に始まり、河川改修などの治水対策や阪神・淡路大震災、東日本大震災を経験した反省をもとに、防災・震災対策においては国を挙げて継続的な取り組みがなされています。人為的な災害は私たちの英知と科学的な技術で防ぐことは可能かもしれません。しかし自然災害と向き合うにはそれだけではこと足りません。家族はもとよりご近所、地域が普段から災害に備えて努力すべきことを自覚し、また情報を共有しながら、いざという時に迅速な行動に結びつくためにも、より実践的な避難訓練は欠かすことができません。そのためにはシナリオのない防災訓練も必要ではないかと考えますが、いかがでしょうか。また災害弱者といわれる高齢者や障害者、病気療養者に対しては、より実態に即した訓練が必要です。市長の説明では、地域防災計画に基づき、災害時に避難所で活用できるよう、身体障害者用仮設トイレと、仮設のオストメイト専用トイレの整備を、備蓄を行うとともに、災害時、要援護者の救助や避難にかかる個別プランの充実に向け、自治会や民生委員の皆様と共に取り組むとありました。しかし、各自治会で毎年実施されている防災訓練では、実際に要援護者が訓練に参加し、救助や避難をしている事例はほとんどありません。プライバシーの問題もあって、参加が難しいのかもしれませんが、今後、ますます増えることが予測される災害弱者に対して、実態に即した訓練を行うためには、どのようにすればよいか、明暗がないのかお伺いします。また、市内の介護施設や福祉事業所においても、毎年数回、避難や救助訓練を実施されています。身体障害者用仮設トイレを備蓄するのではなく、その周知も含めて、訓練に活用してもらってはいかがかと思いますが、見解をお伺いします。2点目の、誰もが安心して元気に暮らせるまちづくりの推進について質問いたします。平成26年4月から消費税率が 5% から 8% に引き上げられ、消費税増税分については税と社会保障の一体改革として、子育て支援を含めた社会保障に充てられるとされており、本市においても子どもから高齢者までの全世帯を対象とする福祉施策の充実に取り組むと述べておられます。そこでまず高齢者福祉についてお尋ねいたします。本市の高齢化率は 18.87% であり、全国平均の 25% や滋賀県平均の 22.5% と比較すると低いですが、年々上昇しており、高齢社会への早急な対応が必要となっています。おいても、たとえ病を抱えていたとしても、住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けるためには、医療と介護の連携、つまり地域包括ケアが必須です。そのためには地域包括支援センターの機能充実が必要となり、民間委託を含めた地域包括支援センターの機能強化策が検討されています。きめ細かく行き届いた支援をするためには、現在の一箇所のみの支援センターでは限界があります。地域によって抱える問題もニーズも異なります。
そのため複数の支援センターが必要ではと考えますが、いかがでしょうか。また多職種共同によるチームケア体制の要は何といってもケアマネージャーです。しかし残念なことに、ケアマネージャーの作成する介護サービスの利用計画、いわゆるケアプランが本人や家族の要望に沿っていなかったり、自身が所属する事業所に配慮したケアプランであったり、特に必要と思われないようなサービスを組み込んだケアプランであったりと、介護保険制度の無駄遣いにつながる恐れもあるのではと、メディアでもたびたび取り上げられています。国はこのようなことを防ぐため、ケアマネージャーが所属する居宅介護支援事業所の運営基準を、利用者の立場で特定の事業所に不当に偏らず、公正中立と定めていますが、事業者の意向に沿わざるを得ない環境にあることも事実です。介護保険制度存続のためにも、ケアマネージャーに実効性のある研修が必要と思われますが、本市においてはどのように考え実施されているのでしょうか。サービスが必要に応じて公正に使われているのかを、運営主体である森山氏が正しくチェックすることも重要であると思いますが、いかがでしょうか。次に、障害者福祉について質問いたします。介護保険制度が確立した高齢者福祉に比べ、障害者福祉は大きく立ち遅れていると言わざるを得ません。障害児放課後等デイサービスも市内で3カ所になることによって充実もしてきました。しかし大事なことは、学校を卒業した障害のある人たちに対して、就労はもとより余暇支援、親亡き後の暮らしです。森山障害者福祉プランの策定が真に実効性のある施策へとつながるよう、本市独自のモデル事業を実践したり、県や国に働きかけたりするような積極的な障害者福祉を期待しています。社会全体で障害のある人たちを支えていく仕組みの確立は、すべての人たちにとっても温かい社会の実現につながります。障害者福祉向上への具体的な決意をお聞かせください。次に、市民病院についてであります。市長は昨年4月から病院の組織運営方法に関し、地方公営企業法の全部適用を図り、基本指針の刷新をはじめ、事業管理者兼病院長を筆頭に全職員が意識改革に努め、経営の改善とサービスの向上を図ってきたと総括されています。確かにその結果、収支決算で昨年度に比較して1億円程度の改善が図れる見込みということであります。これについては、現場のすべての皆さんの努力を高く評価したいと思います。しかしまだ収支に関して言えば4000万円程度の赤字のようですし、一般会計からの繰り入れについては5億を超えます。したがって収入では、病床再編でのベッド稼働率の向上や外来患者数の落ち込みの原因を修復して回復を図る必要があると思いますし、支出に関しては材料調達の方法や委託のあり方も工夫の余地があると思います。今後の病院経営のあり方およびサービスの向上について、市長としての考えをお聞きします。続いて2つ目の柱、子育て教育の充実についてお伺いします。まず1点目の子育て支援の充実についてであります。住みやすさ日本一を実感できる街を目指す上で、次世代の育成、子育て支援の充実は必要不可欠で重要な要素です。特に待機児童対策は全国的にも大きな問題となっており、平成27年度からスタートする子ども子育て支援新制度でも、その速やかな解消に向けて目標年度を定めて強力に施策を推進するとされています。施策方針で述べておられるように、本市でも保育ママ制度の拡充や
保育園の更新など待機児童の解消に取り組んでこられましたが、平成25年4月時点で6名まで減少した待機児童が、平成26年4月には50名を超えるという事態となっております。これは近隣市に比べても大変高い数字であり、緊急対策として既存施設の活用などを打ち出し、懸命に取り組まれている努力は評価できるものではありますが、場当たり的な感は拭えません。潜在的なニーズも含めた保育ニーズの把握は、子ども子育て支援計画でも大きなテーマとなっておりますが、このままでは平成27年に新制度が施行された後もニーズを把握しきれず、間際になって緊急的な対策を取らざるを得ないような事態が起こるのではと危惧されます。なぜ早急にかつ的確に保育ニーズの把握をすることができなかったのか、また今後の見通しについてもお聞かせいただきたいと思います。続いて子ども子育て支援会議についてお伺いいたします。本市においても子ども子育て支援会議が昨年10月17日に第1回目が開催され、昨晩には2回目が開催されたところです。第1回目は膨大な資料の説明にかなりの時間が費やされ、また委員数も多いため肝心のアンケート内容についての十分な意見交換がなされなかったという印象を受けました。昨晩の会議についても同様な印象でした。他市では年度の早いうちに資料説明の会を持ち、アンケート内容の協議にも十分な時間を割いたという例も聞いております。この会議は子ども子育て支援計画の PDCA サイクルの根幹を担う重要な場です。より活発な協議の場としていくためには、資料や会議の進め方にも工夫が必要でしょうし、会議時間外にもインターネット等を使った意見聴取、意見交換といった手法も考えられると思います。今後の進め方についてお考えをお聞かせください。続いて2点目、教育の充実について質問いたします。本市の教育は教育委員会と行政がしっかりと足並みを揃え、お互いの立場を尊重しながら役割分担がなされ、施設整備の充実はもとより、子どもたちが安心して日々学び過ごすことができる学校教育が推進されているものとして高く評価しています。守山で子育てをしたいという保護者や守山で働きたいという教職員が多いのも、こうしたことが要因となっていると思われます。しかし昨今、教育委員会制度を改め、国や自治体首長の教育における権限を強化しようとする動向があり、私どもは懸念しているところです。戦前の政府が教育に強く関与したことの反省に立って、教育の政治的中立性を保つために、戦後、現在の教育委員会制度が築かれて今日に至っています。京都市の門川大作市長は、自らの教育長としての経験も踏まえ、その時の政権や自治体首長の判断によって、その時々に教育が変わることは、やがて教育の崩壊につながり、何よりも子どもを不幸にすると断言されています。昨今のいじめや体罰問題、学力学習状況調査がこういった教育委員会制度を改めようとする動きに発展したと思われますが、前述したように、本市のように教育委員会と行政が常日頃からしっかりと連携協力しておれば、現行の制度で十分と認識していますが、私どもの考えに対して市長の見解をお伺いします。教育は未来への先行投資であると従前から私どもは主張してきました。子どもたちは私が今話しているこの時も、それぞれの学び屋で瞳を輝かせながら勉強や運動に勤しんでいます。学校はもちろん、地域や行政も議会もそんな子どもたちに精いっぱいのエールを送りながら見守っていくことが大事です。
本市が進めてきた小学校1年生から3年生までの1クラス32人程度学級は、一人一人にきめ細かな支援と対応を可能にしたことによって、安心して学び過ごすことができる環境を実現してきました。今後はさらに幼稚園や子ども園、中学校へと拡大していくことに期待するものですが、見解をお伺いします。三つ目の柱、守山全体の活性化と消費増税を踏まえた地域経済対策の一点目、守山全体の活性化についてお伺いします。平成25年度に取り組まれた守山まるごと活性化事業の各学区別のまとめが提示され、26年度の予算として計2800円余りが計上されました。それぞれのプランの内容は、各学区の委員の皆様が何度も会合を重ねて導き出されたもので、それぞれの思いと個性が光る素晴らしいものになっていると思いますが、それをより良い形にしていくためにも、いくつかの点について質問させていただきます。まず気になったのは、ソフト事業とハード事業の不均衡さです。当初はこの事業はハード事業ではなく、ソフト事業が中心と言われていましたが、予算金額で比べると、ソフト事業約460万円に比べて、ハード事業は約2350万円と、結局ハード事業中心になっているのではないでしょうか。またそのハード事業の内容も、以前から行政内の懸案事項として挙がっていたものが目につき、もともと行政がやりたいと思っていた事業に丸ごと活性化の名前を付けただけなのではと思えるのですが、市長の見解はいかがでしょうか。続いての質問は、ソフト事業を中心に担うとされる地区会議についてです。前議会の質問でも出ておりましたが、丸ごと活性化の事業を進めるには、この地区会館の機能拡充も同時に進める必要があると考えますが、いかがでしょうか。続いて、本市でも大きな問題となっております、若者、女性の市政への参画についてです。丸ごと活性化会議でも、その決定の過程に、女性と若者がほとんど参画していなかったという話を伺います。女性や全国的にも一番多い30代を中心とする働き世代は地域の重要な構成要因です。特に事業の継続性という観点からも若い世代の関わりは必要不可欠であると考えられますが、いかがでしょうか。このプランの目的は愛着と誇りを持てる地域の創生となっています。それはハード整備や行政指導からではなく、さまざまな人たちが自分たちの住んでいる地域のことを主体的に考え、話し合う、その過程の中から生まれてくるのではないでしょうか。今後、プランを具現化していく中で、ぜひともその点を重視して取り組んでいただけるようお願いいたします。次に、農業と漁業を含めた産業の振興についてお伺いします。本市はかねてより田園都市守山を標榜し、特に中部から北部にかけては農業振興を目的とした調整区域として現在に至っています。産業の変遷や日本人の食生活の変化に伴って、米作り中心の農業から野菜や果樹栽培などへと広がってきました。その間、農業従事者はその時の政権によって、政策が変えられるたびに翻弄され続けてきました。現在進められている TPP 交渉も厳しい情勢にあり、日本の主張する例外5品目が認められないまま TPP に加盟することになれば、競争力の弱い日本の農業は壊滅的な打撃を受け、専業農家までもが廃業に追われる危険性をもはらんでいます。今回政府は高齢化や担い手不足を解消するため、40年にも及んだ減反政策を廃止し、農地の集積と集約化を進めようとしています。つまり、小さな農家、いわゆる兼業農家をやめさせ、すべてを専業農家に集約していこうとするものです。しかしながら、この政策が中山間地にある農地や土地改良が進んでいない農地にまで適合するには課題も多く、
相当の期間を要するのではと、要するのではないかと思われます。市長としてこのような国の方針が森山氏に与える影響をどう推測されるのか見解をお伺いします。また本市の漁業に関わっておられる皆さんは農業と比較してもその高齢化と担い手不足は深刻です。琵琶湖産魚介類の消費拡大を図るために PR 事業や学校給食への提供など本市としてもその支援に努めてこられることは重々に承知しておりますが、そのことによってどれだけ消費拡大が進み漁業関係者の収益につながっているのかが明らかではありません。ある漁師の方が外来魚の駆除と水草の除去作業の方が収益になっていると言っておられました。琵琶湖の漁業は琵琶湖そのものの環境によって漁獲量にも大きく影響してきます。水質改善はもとより外来魚の撲滅、水草や大花水金梅などの外来種のも除去など課題は山積みしていますが、琵琶湖の環境を良くしていくことこそ琵琶湖産漁獲量の拡大や消費につながるものと信じています。そのためにも漁業従事者の果たす役割は大きく、国や県、市を挙げての支援は不可欠です。本市としてのより一層の支援を期待するものではありますが、合わせてそれもお尋ねいたします。続いて農業、漁業以外の商工業の活性化について伺います。商工産業の活性化は雇用の確保や町のにぎわい等、町づくりには欠かせない要素です。滋賀県は昨年9月に健康創生総合特区の指定を受けましたが、本市がその指定エリアに含まれることから、市長の施策方針では移行連携の推進を視野に市内中小企業を支援していくとされています。具体的な支援策はどのようなものを考えておられるのか伺います。また成人病センターで開設予定の聴覚コミュニケーション医療センターに合わせた産業の活性化も検討するとのことですが、ぜひ関連企業の試験研究機関誘致について市長を先頭に努力してほしいと思いますが、市長の考えを伺います。4つ目の柱、文化スポーツの振興について、1点目、文化の振興の中から図書館の整備についてお伺いします。かねてより課題であった駐車場用地について目処が立ち、また国の補助金の活用で改築に向けての道筋が見えてきたということで、議会としても議論を重ねながら市民に喜ばれる図書館を具現化していきたいと考えています。ここで一つ確認したいことがあります。施策方針の中でも森山にふさわしい市民ニーズに沿った図書館とありますが、現代社会において図書館の持つ機能はまさに千差万別、無限大の様相を呈しており、武雄市のようにある意味の超最先端なものからごくシンプルなものまで、さまざまな形が考えられます。また市民ニーズに関してもどこまで行政として応えていく、のかということはきちんと決めておかなければなりません。これまで50年で更新とされていたコンクリートの建造物も長寿命化で100年時代に入るのではと言われる昨今、100年先の森山にとっても市民に親しまれ誇りとなる図書館とはどんなものなのか、市長の夢と希望をお聞かせください。続いて2点目のスポーツの振興についてお伺いします。市民運動公園の整備に関しましては前議会で同僚議員からも質問がありました。その答弁で予算措置に関しては総予算のうち国の補助金が4割、残り6割のうちの9割、つまり 54% は記載し 6% は一般財源とするとありました。しかし返済金額の一部がその返済年度の普通交付税の基準財政需要額に算定される、いわゆる交付税措置がされるとはいえ、記載というのはつまり借金です。普通交付税の基準財政需要額が毎年見直されている昨今、
約束した借金返済以外の部分が削減され、全体として減額という事態が全国的にも顕著になってきています。また、昨年の代表質問でも、補助金で市の負担は増えないが、国の借金はその分増えることになる。つまり、子どもや孫、ひ孫といった次世代に付けを回すことになるのではという危機感を述べさせていただきました。大型の公共投資が続く中、資材や人件費の高騰で被災地は苦しんでいます。本市においても、森山中学校の建設費が25億円から大幅に増えて、28億円になったという影響も出ています。補助金だからいい、記載すればいいという考え方は大変危険ではないかと言わざるを得ません。公園の整備については無理のない範囲で進めていくという答弁もいただいておりますが、再度確認の意味も込めてこの点について考えをお聞かせください。次に5つ目の柱である環境先端都市の実現についてお伺いします。冒頭でも項目出しで述べておられた環境センターの老朽化への対応、施設方針についての私どもの考えを述べるとともに、合わせて本市の課題でもある大川の水質環境改善について質問いたします。まず、環境センターについては、先般の全員協議会で施設の規模や処理方法、更新にかかる建設候補地について説明を受けたところです。この間、5回にわたる市民会議を開催され、着実かつ丁寧に進められてきたことに敬意を表するものです。社会生活の変化に伴って家庭や事業所が出すゴミの量は飛躍的に伸び、その処理や処分方法も随分変わってきました。過去においては埋め立て処分が行われていた時代もあり、また何より30年の長きにわたり我々市民が出すゴミの処分を引き受けていただいた地域のことを忘れてはなりません。ゴミは出すけれども処分は別のところでといったエゴとも取れる考えが根強くあるとすれば、それを解決するために行政と議会もしっかり向き合っていく必要があります。今本市が進めている施設については、今後市民に広く啓発し理解を深めていただくために以下の提起をいたします。まず1点目として、公害はない、また安全であることを証明すること。2点目は、設置場所が確定した場合、地元住民や自治会の意見を十分に伺うとともに、可能な限りその要望に応えること。また、市民に対しては、その場所に至った経緯や地元地域の思いや苦労を理解し、共有していただくこと。3点目に、付帯施設については、広く市民に愛され、季節を問わず恒常的に利用していただけるものになること。4点目に、ゴミの減量、資源化をさらに推進するために、雑ガミの資源物としての排出方法を市民や事業所に周知し、徹底を図ること。以上の4点について見解をお伺いします。次に、大川の水質浄化についてであります。旧安川河川の大川については、地元、三崎自治会が中心となり、行政や幼稚園、学校、学識経験者も加わり、大川フォーラムが開催されています。地元住民の元の美しい川に戻したい、人が集える場所にしたいという思いは悲願であり、熱い思いが伝わってきます。早野学区としても丸ごと活性化の最重要課題として位置づけ、学区を挙げて取り組んでいくことも確認されています。水草や物駆除をはじめ、水の循環など多くの人の手によってさまざまな取り組みがなされてきました。しかしながら抜本的な水質浄化につながっていないのが現状です。地下水や農業用水などを利用し、そこへ流し込んで水の流れを生み出すような改善をしない限り、この問題は解決しないのではないかと思われますが、いかがでしょうか。続きまして、基本姿勢、市民との共同の推進と一層信頼される市政の構築についてから、まず市職員のやる気向上への取り組みについてお伺いいたします。私どもは森山市職員の労働環境について現状と合わせて改善策を示す中、たびたび質問をさせていただきました。
宮本市長は平成26年の年頭にあたり、職員に向けて吉田松陰の言葉を引用し、夢なき者に理想なし、理想なき者に計画なし、計画なき者に実行なし、実行なき者に成功なし、故に 夢なき者に成功なし、今年1年夢を持ちながら共に取り組み一歩一歩進めたいと話されました。仕事における職員の夢や成功とは何でしょうか。仕事が早く終わり楽に失敗なく終われることではなく、難しいと思われる仕事であってもやり遂げることによりスキルが上がり、市民の皆様に喜ばれ役立っていることを実感して自信となり、よりステップアップした仕事に挑めることが夢や成功なのではないでしょうか。宮本市長は職員の労働環境改善のため臨時職員を増やし、職員労働組合と協議を重ねるなど対策を講じてこられましたことに対しましては評価させていただきますが、いまだ時間外労働の異常に多い部署の解消までには至っていません。労働環境改善のための臨時職員の募集の仕方にも、人材を必要とするかがそれぞれ必要な資格や業務内容を細かく示し、仕事の内容や有する資格等により報酬賃金を異なって表示されるなどの工夫もされています。臨時職員を増やして時間外勤務の軽減を図ることももちろん大事ですが、職員一人一人の力量を上げることが何より大事です。仕事をこなしていく中で身につく力もありますが、ゆとりのある時間の中で研修し、学びの中でスキルを上げていくことも必要であると思いますが、いかがでしょうか。以前に質問をしたときにも述べていますが、窓口業務や電話の対応などについて委託など出せるものは出すといった業務軽減のために思い切った取り組みも必要であると思いますが、いかがでしょうか。仕事に対して夢を持って市民の幸せのために働くことができる職員は、守山市にとっても大きな財産になると思います。最後に健全な財政運営についてお伺いいたします。国は本年度5兆円を超える大型補正予算を組んで経済対策を図ろうとしていますが、その効果の見通しはともかく、借金は1000兆円を超える額になっています。およそ健全財政とは言えない状況だと思います。一方、本市に関しまして言えば、財政指数で見る限り健全財政を維持していると認識していますし、国の財政状況はともかくとして、その大型補正予算を市民サービスのために一定前向きに使っていこうとする姿勢も評価するものです。ところで市長は施政方針の中で本市の財政状況をまず厳しいとの認識を示されています。もちろんどこの自治体も余裕のあるところはないわけですが、特にどの部分において厳しいと認識されて、それをどのように克服して市民サービスを充実させようと考えているのかをお伺いして、以上でネットワーク未来を代表しての質問を終わらせていただきます。